桜大戦2、前回の続きからプレイしていきましょう。いっぱいいるなぁ。早朝だね。ん？これどこだ？貴様たち、一体、連行する。警視庁、軍事クーデターってことか。だいぶ大規模だな。そんなに集めたのか、あの陸軍のやつ。迎撃か。大正14年11月9日未明、季節外れの雪に覆われた程度の静寂は無数の軍屈でいいのかなの響きによって破られようとしていた。軍屈じゃない気がするな。第8話、帝都の一番長い日。初っ端からこんな状況だもんな。寝てる場合か。今のとはなんだ、こんな時間に。銃声？飛び切る。これはただごとではない。急ごう、みんなが心配だ。特に変わった様子はないが。間違いない、銃声だ。これは1階からだな。大神さん、その声は。大神さん、ご無事ですか？他のみんなは。さくら君、一体何が起こったんだ。わかりません。銃声が聞こえたので急いで起きてきたんです。他のみんなはどうした。楓さんと一緒に1階に降りてきました。そうか。2階にも人がいるはずだ。徹底的に探せ。誰か来る。若林さん、誰か来ます。様子を見ようか。待て、下手に動くとかえって危ない。誰が現れるのかを見極めてからでも逃げるのは遅くない。はい、わかりました。そっちから来んの？いたぞ、こっちだ。あ、いたぞ、新宮寺さくらだ。撃て撃て。外したか。続けて撃ち方用意。なんで？いかん、さくら君逃げるぞ。なんでさくらが狙われてんだ。はい。天ガス少尉、ロビー、食堂及び客席を占領しました。占拠しました。現在、2階部分を占拠中。作戦進行は順調であります。浮かれるな。劇場など占拠しても何の意味もない。は。我々の目標は一つ。帝国会議団の中枢、地下司令室の占拠。は。地下の工作部隊の作業も順調であります。そして、各個の匿名だ。新宮寺さくらの身柄拘束、もしくは射殺。最悪殺してもいいって言われてんのか。は。この腐り切った日本が我が陸軍によってついに統治される日が来た。閣下、間もなく我々の維新が成就します。迷惑な話だ。なんとか2階から脱出できたな。大神さん、さっきの人たち陸軍の軍服を着ていました。
なぜ陸軍の兵士が帝撃を襲ってきたんでしょう。うん、あ、ヨネピー、オカミ、サクラ、ここにいたのか。ヨネとシャイニー、二人とも無事だったか。支配人こそ小無事で何よりです。そんなところで話して大丈夫なの。支配人、花組のみんなは、花組のみんなはどこにいるんでしょう。わからねえ。お前たちにやっと出会えたところだ。だがみんなのことだ、きっと無事でいるだろう。みんな、奴らが陸軍の制服を着ていたのはお前たちも見ただろう。ひょっとしたらこれは陸軍によるクーデターかもしれねえ。クーデター？政府の主要機関を占拠し、その実権を握る。平たく言えば、あの連中はこの日本を乗っ取ろうとしているってことだ。おそらく都内の各所がこの帝撃と同じように襲撃されているに違いねえ。そんな、大神さくら、お前たちに命令を与える。お前たちは二人でこの帝撃を脱出しろ。え？残ったみんなは命令は従うけど、残ったみんなは、それに長官たちはどうするんですか。俺たちまで逃げたらこの帝撃を奴らに占拠されちまう。この帝撃は帝と防衛の要だ。奴らに渡すわけにはいかん。長官、いいか、よく聞け。これは帝との存亡をかけた極めて重要な命令だ。はい。まず魔人機を確保しろ。地下倉庫に行けば魔人機はすぐに手に入るぞ。あの3つあるやつか。そして強雷号に乗って花屋敷支部に脱出するのだ。それからこれが一番大事なことだが、奴らは桜を狙っている。桜を必ず守るのだ。なんで桜君が？なぜ桜君が命を狙われるんですか。桜、心して聞け。新宮寺家の人間には覇者の血統という血が流れている。覇者の血統、すなわち覇者の力を持つ一族のことだ。覇者の力？覇者の力を使えばどんなに強力な魔であろうとそれを封じることができる。ただし、その力を使った者の命を引き換えにな。今から7年前、鴻魔戦争の時にその力を使った者がいた。自らの命を絶ち、魔を封じた男、お前の父、新宮寺一馬だ。え？そんなお父様か。お前には黙っていたが、お前の命は悪の者にとっては脅威の的なのだ。いいか、大神、桜を必ず守れ。そんな力のために桜を死なすわけにはいかねえからな。はい。魔人機。魔人機知ってるだろう。剣玉鏡からなる日本究極の才技、それが魔人機だ。三つ揃った魔人機を善なる者が持てば善なる力を、悪の者が持てば悪の力をそれぞれ強大に 増大させてしまう。2年前に山崎、青いサタンが己の野望のために魔人機を持ち去った。その後、苦しい戦いの中でやっとのことで取り戻した魔人機は今この帝撃の地下に安置されている。奴らが魔人機を手に入れることだけは絶対に避けねばならん。いいな、大神、必ず魔人機を確保し花屋敷に脱出してくれ。なんで花屋敷なんだ。そっちは大丈夫なのか。なぜ花屋敷支部へ向かうんですか。花屋敷支部でお前たちを待つ者がいる。俺たちを待つ者？コーランか。違うな、今はそれだけしか言えん。とにかく強雷号に乗って花屋敷支部へ向かうのだ。新宮寺桜を探せ。見つけたら射殺しても構わん。はっ。ここにもじきに奴らがやってくる。行けよ、狼、急いで地下から花屋敷に脱出するんだ。逃げよう。わかりました、支配人、どうか無事で。ああ、任せとけ。俺は総監のにくたわらねえぜ。かっこいいな。行こう、さくらくん。はい。頼んだぞ、おがみ。夜の支配員、どうか小無事で。おお、戦ってる。
チキシャ、なんだってリクールの奴らが定義に攻めてくるんだ。屋内やから後部で戦うわけにもいかへんし、何より将尉たちと分断されたのが痛いですわね。お兄ちゃん、さくら大丈夫かな。ま、将尉さんはしぶたですから心配いらないでしょう。軽いな。それよりこの場所はもう限界だ。これ以上持たない。マリア、どうする？そろそろやばいぜ。なるべく敵を食い止めながら交代しましょう。数、装備ともに相手は圧倒的。このままでは定撃や占拠されるのは時間の問題だわ。どうしたもんかな。さすがに地下はまだ敵の手は及んでいないようだな。噂をすれば影？今の爆発は地下倉庫の方角だ。急ごう、さくら君。はい。おお、バラ組、これは。大神さん、一郎ちゃん、さくらちゃん、待ってたわよ。こいつらは外部から壁を爆破して侵入してきたようだけど、この愛と美の秘密部隊バラ組が、バラ組と出会ったのが運のつきよ。皆さんがなぜ。まあ陸軍だもんね。皆さんがなぜ。大神さんにお話しする日が来たみたいですね。私たちの任務のこと。大神将尉、あなたたちが来るのを待っていたわ。私たちがずっと守ってきた魔神器を渡すために。なんですって。大帝国劇場の地下に収められた日本究極の神器、魔神器を守ること。それが私たち愛と美の秘密部隊バラ組の使命。さあ大神将尉、これを受け取って。投げるなよ。これは魔神器の一つ玉よ。これを持って定撃を脱出するのよ。三つのうち一つでもかければ敵に魔神器の力を使われることはないわ。あ、そういうこと。別に二つはもう持っていかせるんだ。皆さん、さあ早く、時間がないのよ。一郎ちゃん、私たちの心配いらないわ。強そうだもんな。大神さん、さくらさん、お願いです。早く花屋敷支部へ。こんなに大きな声で言って大丈夫なのかな。バレるぞ。わかりました。行こう、さくらくん。先に占拠される可能性だってあるよね。はい。大神さん、一体これからどうなるんでしょう。わからない。でも今は、この魔神器を持って花屋敷に急ぐしかない。花組のためにも、みんなのためにも。よし、ゴーライゴは無事だ。行こう、さくら君。大帝国劇場を脱出するぞ。勝利に報告。我が維新軍は、大帝国劇場の1階2階を完全に占拠し出しました。なお現在、地下工作部隊が壁面の突破に成功。地下施設に突入しましたが、思わぬ抵抗にあり、現在交戦中とのことです。素手だったけどな、みんな。バラ組、花組の連中はどうした？地下に交代し、作戦司令室に立てこもったものです。ついに追い詰めた。毒ガスでも入れられたら終わるけどな。各界に連絡しろ。大帝国劇場はほぼ肩がついたとな。はっ。一気に攻め込まれたな。なんとか定義から脱出できたが。花組のみんなは無事でしょうか。大丈夫だと思うけどな。強いもんな。何、大丈夫さ。今頃はあの兵士たちを追い返してる、きっと。ええ。さくら君、さっきの話が気になるのかい。ええ、私、花屋敷にいるの香山かな。今更だけど、さくら君。大神さん、今やってる場合かい、それ。俺がついてるよ。さくら君、君には俺がついてる。何も心配しなくていい。大
小神さん。覇者の力とか魔人気とかそんなことは少し忘れた方がいい。さくらくん、今は考えるよりもとにかく前に進もう。はい。さあそろそろ花屋敷支部に到着するぞ。へえ、ここは花屋敷支部の地下ホームか。後部の中から見るのとは随分違うな。のんきか。しかしこんなところで一体誰が待ってるんだ。大神さん、さくらさん、お久しぶりです。この声は椿ちゃん、一体どうしてこんなところに。それはですね、これがあれか、秘密の任務ってやつか。帝国歌劇団風組高村椿、北海道支部より新型漁師甲冑を輸送してまいりました。お、新型、やった。壊れてないのにくれるんだ。新型漁師甲冑。はい、しばらく電撃を留守にしてたのはそのためだったんです。おお、いいね。それでは格納庫にご案内します。ありがとう。どうぞこちらへ。うん、どれぐらい変わってるの。これはこれが新しい漁師甲冑。後部人部の後継機として開発された漁師甲冑の第三型機体、その名も天部です。天部。大神さん、この天部があれば。ああ、帝劇を取り戻しに行けるぞ。え、2機だけ。大神。お、香山。え、この声は香山、どこだ。大神さん、そこのキネマトロンです。いやー、大神、通信はいいな。そうだね、遠く遠く離れていてもこうしてお前と話ができて俺は幸せだな。番号がよろしくになってんだな。加山、悪いが今お前に付き合ってる暇はないんだ。まあまあ待て大神、こんな時だからこそ急がば回れだぞ。だったら要件をさっさと伝えろ。聞いてくれ、俺は今大帝国劇場の中に潜伏している。 なんだって、どこにいんだ。お前がここを奴らの手から取り戻す気があるならば俺が力を貸すぞ。ないわけないだろう。ちょっと待て小山、どうしてお前がそこにいる。お前は一体何者なんだ。大神、そろそろ真実を告げる時が来たようだな。結構秘密にされてるよね大神。常に戦場の最前線で戦う花組を影から支援する隠密行動部隊月組、その月組の隊長こそがこの俺、加山雄一の真の姿なのだ。なんだって、お前が月組の隊長。ああ、結構バリエーションあんだね。花組のように直接戦場で戦うことはないが、月組には月組なりの戦い方がある。殺して聞け。やつらは帝劇防御機、堤防を阻止し劇場を完全に閉鎖している。さらにその前面に砲台を設置して防御を固めている。なんだと、厄介なことになってるな。そこで俺の出番だ。あまり時間はないが、砲台と堤防どちらかを少し細工して無力化することができる。どうするどうする大神。どっちがいいんだろうな。砲台だったらどっちみち破壊すんのかな。砲台無力化しとっか。ダメージ食らうのは痛いからね。砲台を無力化してくれ。敵の攻撃力を少しでも奪っておきたい。砲台の無力化だな。わかった。
田副司令も帝劇地下の最終防衛線内で指揮を取っておられる。お前も一刻も早くみんなと合流する。頑張れ、オーガニー。待て。あ、ごめん、飛ばしてた。ごめん、本当に本当にミスなんだ。月組、風組、みんなが俺たちを支えてくれるんだ。ここからはいよいよ私たち花組の出番ですね。おう、よし、そうだ、新型で量子甲冑天部で帝劇のみんなを救出。はい、はい、いいよね。それでは証言なりへどうぞ。皆さんを運ぶのは風組の仕事ですから。よし、行くぞ。銀座に降下後、制圧されている帝劇を強襲する。でも普通の人相手じゃないのそれ。大丈夫？このムービーは一緒か。これちょっと違ったりすんのかな。おおおお、めっちゃ落としていったけど、すごい、あのガシャーンって言ってベコってなるやつがなくなってる。はい、ということで、じゃあ次回帝劇を取り戻していきましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。